はい、ズキです。本日は3月12日に原宿にオープンしたギャラクシーブランドを体験できる世界最大級のショーケース、ギャラクシー原宿に行ってきましたので、その模様をお届けしたいと思います。一棟丸ごとギャラクシーに関連するビルなんですが、私はすべてこちら。ギャラクシーノート9を使って撮影してきました。新端末のギャラクシー S10、そして S10 プラスの実機を触ったり、折りたたみスマホギャラクシーホールドには触れませんでしたが、ケースの外から折りたたみ部分のシワの状態をチェックしたり、そして各フロアのご紹介と、最後には今回の一番の目的でもあったオリジナルケースを作ってきましたので、その模様もお届けします。オリジナルケースについては以前お知らせしたこちらの純正ケースとともに視聴者プレゼントとする予定ですので、動画内でお知らせする4つのキーワードを控えていただければと思います。それでは早速ゴロジロ。何でしょうこれ？これはですね、ギャラクシーノート9使って、まあ、音楽で遊ぼうって言って、ここに今これがこうやってると音をこう拾ってくれる。自分だけのオリジナルの曲を。これはアプリかなんかであるんですか？そうですね、構造はちょっと私たちもよく聞いてはないんですけど、S10 ぜひあのシムフリー版出してほしいんですけどね。これ日本でも発売されてるんですか？そうです。あ、なんですか。あ、かっこいいですね。これが使いやすいボタンとか、このボタンでいろんな機能、はい、電話もできる。これ Android 端末だったらどれでも対応できるんですか？それともギャラクシーだけ？ギャラクシー Android もできるし、 iPhone もできます。 iPhone できるんですか、はい。
じゃあアプリでできるってことですね。そうですね、アプリは。はい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 、はい、はいはいはい、コンピューターで、で車を選んでください。じゃあこれでステージをスキャンします。ステージスキャン、そうですね、このどんなコースになってるかみたいなスキャンします。今あれがスキャンしてるってことですか。そうですね、今こんな感じで読み込んでるのを出しています。こうやって読み込んでるんですね、今ね。でゲーム中の画面がこんな感じですね、はいはい。でアクセルを上に上げると速くなって下げると遅くなります、はい。でブレーキもついていて、はい、で端末をこう左右に振るとインコースアウトコースって感じで。ああ、そうなんだ、ね。操作3つですね、はい。上げる下げる、上げる下げるとブレーキと左右振る、はい。でじゃあスタート。説明し忘れてました。いやいや大丈夫です。これはここでしか遊べないんですか。ですね、ここだけですね、はい、ありがとうることができる。これ大変ですね、結構いっぱいあるんで。いっぱいありますよね。で例えば綺麗なものとか、これを拡大拡張ができてこう横にずらしたり自分で雰囲気を作る、柄がね作れるんですね、はい。でその次にスタンプみたいなものが一つ押せます。こういう風にこれも拡大拡張していただいたりとか、あとギャラクシー原宿っていう、あ、これいいですね、はい、おすすめです、はい。で最後に、スケッチです。何かペンでサインを書いてもらいます。なるほどなるほど、これで自分だけの思い出のギャラクシーのケースを作ってください。素晴らしい。じゃあちょっと、はい、最後にニックネームを書く欄があるので、はい、それをニックネームはどこにどっかつくんですか。あ、最後にあの次へって全部押してもらうと出てきます、ね、はい。あ、ごめん、どっかに表示されるんですか。あ、はい、印刷されるんですか。いや、
印刷されないですね。受け取り、はい、あ、わかりました、わかりました、はいはい、ここですね、はい、で終わり次第、はい、あの再度お声掛けください。あ、わかりました、はい、はい、それではお願いします。ありがとうございます、はい、失礼します。はい、ということでいかがだったでしょうか。無料で体験できるアトラクションが多かったので、デートで遊びに行ったり、あるいはお子さんなんかも結構喜ぶのではないかなと感じました。ギャラクシーユーザーはもちろん、他のスマートフォンをお使いの方もお近くに行った際は寄ってみてはいかがでしょうか。そして私が作ったオリジナルケースはこちら。ちょっとね、透けて見えてますけど、じゃ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 ん。相変わらずセンスねえなという感じなんですが、ここに頭巾と入れようとして、あまりのかっこ悪さに Z だけでとどめた痕跡もあります。こちらのギャラクシーノート用のオリジナルケースは1名様にプレゼントします。一応世界でね、一つのオリジナルケースとなりますので、ぜひご応募いただければと思います。そして以前お知らせしたこちらの純正ケース、こちらのケースも1名様にプレゼントします。合計2名様へのプレゼントということになります。応募方法については4月第2週くらいにツイッターを通じてお知らせしますので、よろしければツイッターの方もフォローしてください。そして動画内でお知らせした4つの合言葉も忘れずに書き留めておいてください。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。